マッチ棒パズル。正しい等式を作るのどれか全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-3=5となり正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は18-16=2となり正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5×16=80となり正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-9+1=0となり正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は5÷4=10÷8=1.25 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 146-56=90 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。